第17話集う者たちに関する海外の反応集。俺はベスターの活躍と涙が見れて満足だよ。活躍できる場ができて本当に良かった。リムルは既存のポーション生産業者から市場を奪うつもりらしい。フルポーションの威力がすごすぎるな。瀕死から復活させられるんだから、そりゃ重宝するけど使う機会は少なそう。太陽を叩えよ。ゴブタ様万歳。素晴らしい T ポーズ。オールハイルゴブタ。現在ドワーフで販売されているローポーションの濃度が 1%。 ジュラさんローポーションを濃度 2% で販売すればあっという間にドワーフのポーション市場を席巻できるな。既存のポーション業者からヘイトを集めるとは思わないのだろうか。資本主義のおっさんだから仕方ないか。リグルドの生命力めちゃくちゃ強化されているな。三重死の攻撃が直撃しても大怪我で済む。わら、肉をえぐられてよくニコニコしていられる。カリオンの部下にしては失礼な奴をよこしてきたな。いくら無視できない存在とはいえ、ここで戦争になったらカリオン側にも出費が発生するだろうに。部下のしつけができていないのは主の資質が問われるというのに。カリオンの統制が疑われる。ミリムはただ褒めて欲しかったんだよな、笑い。リムルはこんな顔で見つめられたのに抵抗できたのか。彼の意志力はアメージングだな。おそらく子供たちとシオンの子犬のような目を散々見せられて慣れたのでは。ロル、こんなに可愛い魔王が危険なわけない。ミリム、魔王なのに可愛すぎないか。リムルを試すためあえてフォビオのようなものをよこしたんだろうか。スパイしてるとはいえ初接触がこんな形を取ったら後々に影響するよ。頭ポンポンしてあげたい。俺だったら即頭ポンポンしてるぞ。誰かこの魔王をなでなでして泣き止ませろ。これは新しいレベルに達してる。しばらく不安定な世界情勢が続きそう。三重士のくせに最後まで下っ端ぽかったな。フォビオは最強の戦士じゃないのかよ。わら、どことなくセイントセイヤに出てきそうな雰囲気のある男だな。ジュラ連邦がミリタリーバランスを崩してしまったぞ。カリオンがどう動くか楽しみ。また純粋なミリムちゃんをおっさんが騙してる。ミリムちゃんのコスチュームを普通にしたのは何か理由があるのか。魔王たちの動きも活発化してきてる。世界大戦は近いかもしれないな。人間たちの国も戦乱に巻き込まれていくんだろう。一番被害を受けるのは罪もない一般市民。その構図は異世界でも変わらない。ミリムちゃんが普通の妹子供キャラになり下がったな。下半身の布増加は誰のアイデアなんだよ。リムルのいる場所ってこんな小さな島だったのね。この島を制覇した後に世界制覇編が始まる。ジュラの森を吹っ切れたら貿易は盛んになりそう。パナマ運河のようにドワーフと西側諸国を行き来させてリを狙おうというのか。ファルムス王国も偵察を出してきたな。ヨウムさん止まらなそうな人だね。わら、ゴブタってかなり強くなったんだな。10人以上がちびっただろうモンスター相手に簡単に勝つゴブタ。しかもそのうちの一人は冒険者ギルドのギルドマスターだぞ。ゴブタが現れなかったら長い戦いになってただろうな。でも彼は戦力には入らないから。結構うまそうだな、ロル。っていうか、なんでスライムがそんなに偉そうにしてるんだよ。テーブルに足を乗せてるやつが何言ってんだ。魔王が入ってきても態度が変わってないんだけど。ヨウムは仲間思いのいいやつだぞ。単純にミリムのことを知らないってだけ。黙ってろ、オマルパイ。フェイマスラストワーズ。有名な最後の言葉。彼女のあれを絶対にディスっちゃダメ。やっと誰かシオンのオマルパイのデカさに触れてくれて嬉しい、ロル。ちょっとわからなかったんだけどさ、これが彼女の本名だよね。シオンは本当に寛大な我慢強さを持ってるね。わら、シオンのシオンはほんと素晴らしいんだけどな。わら、リムルは間抜けそうに見えてこういうところでは抜け目ないよな。そのうち敵国同士ポーションの販売とかやりだしそう。リムルの作りたい国のイメージってひょっとしたらスイス連邦じゃないか。永世中立国をそのうち宣言しそう。ヨウムが街を見て回るところがカットされて残念。多分リムルの素晴らしさがもっと理解できた。リムルについてもっと知れる話だったのにな。ヨウムのパートはもっと時間かけて欲しかったな。ちょっと駆け足気味だったよな。それと黒ベイが見れなくて悲しい。しくしく、8ビット、お願いだから次回黒ベイ出して。休憩中のゲルドにぶつかるシーン見たかったよな。漫画と現在のストーリーの進行状況から判断してのカットが目立つ。6話20章の内容を収めようとするには仕方がないか。ヨウムのシーンはプロット的にも重要じゃないし、犠牲になってもらったのか。こういうのがあってまとめみたいになってたし、カットされてる中でもまだマシってレベル。ヨウムにオークロードを倒した英雄を偽証させるとはなかなかいい作戦だな。影に徹した方が動きやすいのだろう。オーバーオールリムルはカットされたのか。ドレス姿もなかったし。最初はリムルがリーダーと疑っているのに、リムルの力によっての証明ではなく他の仲間の行動によってゆっくりと事実を受け入れていく形は大好き。
オークロードとの戦いが終わり、ジュラテンペスト連邦国がいい方向に進んでるのは嬉しい。スパイのティアちゃんはゲルネットの後釜なのかな？ミリムとキャラクターが被ってしまうけど彼女も強そうだな。魔王すら見過ごせない新勢力カリブディスって相当な軍事力を持ってるんだろうな。封印されているってことは誰か倒した勇者がいるんだろ？カリブディスって超古代兵器を駆使した軍団なんじゃないかと予想。今週はなんか色々な勢力の一部が見えてよかった。このペースでエンディングのキャラたちが出てくるってことを考えると、もっとペースアップしそうだな。ベルドラって全く話題になってないんだけど、出番はもうないのか？このペースだと当分先だからないね。2クール目は本編後に外伝を2話作るみたい。第 24.5 話、巻は、ベルドラ日記になるみたいだよ。もう一つの方は誰かの過去話をやるらしい。確か第24話、外伝、黒と仮面でしずさんの過去話をやるって聞いたぞ。